ついに8月の6日になりました。厄七夕の運行当日です。厄七夕運行へと対する記事です。親町の江の若さんを通じ、ここです、能代厄七夕五丁組協議会に輪番制を1年繰り延べてもらい、矢の若組の運行を延期できないものかとお願いしたと。厄七夕運行へ五丁組協議会誕生の背景。五丁組協議会には私たちの意向を認めてもらい心から感謝していると。一番その重要な役割を果たしたのは、もしただまた五丁組協議会、はい、この存在じゃないですか、はい、これ多分なければ、うん、まあ横取りなくないわけだから、そう話し合いも何もないわけですよ。そうですね。で、この部屋上ダブルという異質なものがね、結構貢献したってことですかね。そうですね。だから健康の部屋上がなければ、あ、これが五丁組協議会は実現しますんですよね。そうですね。ああ、土地を飛ばしていると。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。ついに8月の6日になりました。はい、厄七夕の運行当日です。町も、それなりにこう華やいでまいりまして、例えばこれは8月5日の北陸新報なんかは、この能代4店のショーウィンドウの紹介なんかしてますね。ここですね、ショーウィンドウの中に七夕グッズ、弁額とか、太鼓とか、あとこのなんだこれは提灯とか浴衣とか展示しております。それなりに盛り上がっております。でその中で、今回注目した記事はまさにこのさっきのイオンの記事の横に出てますが、この記事ですね、コラムっていうかインタビューですね。厄七夕運行へと題する記事です。これは、2日連続になってまして、8月の4日の方が前半、8月5日の方が後半となってます。これですね。それぞれ今回の、運行に関しましてのキーマンのインタビューが載っております。前日の方は、王朝であります新竜若の筆頭若長伊藤様、そして、2日目の方が親朝ですね、親朝の矢野若筆頭若長の藤沢様ということになっています。いずれも、詳しい内容はちょっと省略いたしますが、今回の運行に至る経緯とか、それから、ここに今回の運行にかける思いとか、いろんな対策をした内容とか書かれています。で、いずれも興味深いのはですね、全般に同じようなことが書かれています。例えば、こちら伊藤様の方ですね、王朝、ちょっと一部紹介しますね。昨年4月25日に矢野若組の運行連絡協議会を開く前、厚生若に対して、今年は中止せざるを得ない状況だということを伝えたと。で、当日の会合でも、まあ、運行中止やむなしという苦渋の決断があったと書いてます。で、そこでこういうことが続きます。一方で運行の当番は5年に一度とあって心意気を持って、準備を進めてきたと。親町の江の若さんを通じ、ここです、能代厄七夕五丁組協議会に輪番制を1年繰り延べてもらい、矢野若組の運行を延期できないものかとお願いしたと。五丁組協議会には私たちの意向を認めてもらい心から感謝していると。つまりこの五丁組協議会というところで1年延期というものが決まったんですね。で、同じようなことはですね、ちょうどこの5日の方のこの親町矢野若組の筆頭若町の藤沢様のインタビューの中に出てきます。こう書いてますね。昨年4月25日の運行連絡協議会で運行中止を決めて、能代厄七夕五丁組協議会に対し運行の1年延期が可能かと打診したと。で、いろいろあった中で、若者を中心としてこの横の連絡があったと。昔なかったんですね。詳しいことは後にご紹介しますが、なかったんです、横の連絡が。
ただ最近は若者を中心として横の連絡があったということもあって1年の運行延期を認めてもらったと改めて感謝したいとこう書いてます。つまりこの今回の運行の延期そして今回の運行実施においては能代八幡畑五丁組協議会というものが大きな役割を果たしたということがわかります。でここに関しまして当然じゃあこれどういう経緯で誕生したのかなとかどういう目的だったのかなということが気になります。そこで今回も私の友人であります元能代市議会議員小野龍さんにこの辺の事情を聞いてみました。でインタビューの映像を撮ってまいりましたのでこの後紹介します。この今回の、まあ、影の立役者でありますこの五丁組協議会というものは一体どういうものでどういう経緯で生まれたかということを、ぜひ知ってほしいと思います。この後、約12分ぐらいの、インタビュー映像を流しますのでぜひご覧ください。どうぞ一旦失礼いたします。一番その重要な役割を果たしたのは能代八幡畑五丁組協議会、はい、この存在じゃないですか、はいはい、これ多分なければ、うん、まあ横取り連絡ないわけだから、そう話し合いも何もないわけでしょ。そうです。でそもそもこれ何でできたんですか、誰かとは言わないとできないわけでしょ、うん、私が聞いてるところではですねそもそも先ほど言ったようにこれまでは会議を開くと言ったって、うん、誰かが誰かを呼ばなきゃ会議を決めたじゃないですか。そうですよ、ね、ある場所に誰かが誰かを呼ぶと、うん、このことができなかったわけなんですね、うん、お互い対等だということでなんでお前のところに行かなきゃダメなんだみたいなことでできなかったわけ。ずっと本当にそういう会議体がなかったわけですよ。でそれじゃダメだということはですねまあおそらくみんなで薄々は感じていたんじゃないでしょうかね、うん、ところが天空の不夜城のですね、はい、入れ物、うん、展示館を作ろうということを能代市が言い出した時にこれを協議するための検討見解みたいな市民を集めた会議をやったんですね、うん、そして秋田県の注文で、うん、というのはその入れ物を作るのがですね秋田県の、秋田未来づくり交付金、うん、最大で上限2億円をもらうためのものなんだけど、まあ、実はその2億円 の, ものを補助金もらうために作ろうとしている建物が30億以上かかるという、30億って金は当時この予算額は表に出てませんでしたけれども多くの関係者が買ってました37、8億かかるだろうというものでしたけれど、この建物を作る協議会を作ったんですね、うん、その時に秋田県の方からつまり交付金の交付団体である、うん、秋田県の方から能代市では伝統の七夕があるでしょうと、はい、その人たちの意見をどうなっているのかと、その人たちの意見も入れなきゃダメだという注文が入ったわけですよ。それに基づいてその検討協議会みたいなものの中にですね五丁組の親町の筆頭若町レベルの人がみんな入ったわけです。筆頭若町っていうのは運行の責任者っていいますか現場の責任者ですよ。荒町組さんだけは実は昔から総務七夕ということで普通の我々のところでいう筆頭若町が筆頭総務って言いますけど、うん、ちょっとそこだけ役職の名前が違うっていうか、うん、仕組みが違うんですけれどですから大町、関町、うん、清介町、うん、柳町の筆頭若町と、荒町の筆頭総務が、うん、この5人が加わった会議をやったんですね、うん、そうしてそうしたところがですねやっぱり役田の方の中に正直言いまして天空の不夜城にはさまざまな意見があるわけなんです。詳しくはまた別の機会に語ってもいいんですけど、それで能代市もちょっとこのままじゃまずいと思ったんでしょうね。その私も会議傍聴したりしましたけど非常に結構、厳しい発言もあったりしたんですから、それでこの人たちを集めて能代市がですね、まあ、いっぱい飲みやろうよってことだったんです。それでこの時に、初めて顔を合わせる人たちもいたから、その中に
いっぱい飲みやろうと。それで今までその七夕ということで、そのメンバーがお互いなんか薄々は分かってやったんですけど、七夕ということでそういうメンバーが集まるということが初めてだったもんですから、あ、これはいい会だなということで、もう一回やろうという、もう一回そのこのメンバーで集まっていっぱいやらねばという話になったそうですよ。だからここからスタートですね。あ、まあそこからだんだんいろいろ発展して、いろんな人間が絡んでですね、あの私も実は裏方でちょっとあの相当怒られましたけれど、こんなこと今あのカメラの前で初めて言いますけど、あの相当絡みましたけれど、あのまずそれが出来上がりました。ちょっと聞いて、いいのかな。何か今日変な話じゃあ、まあ、怪我の巧妙というか、天空の部屋城になるという異質なものがね、貢献したってことですかね。そうですね、だから天空の部屋城がなければ、あこれが、五丁目教育は実現しませんでしたね。そうですね。ああ、土地を飛ばして言うと。なるほど。まあ、良かったですね、結果的に。そうですね、ですから、何しろこの競技隊が必要だということは、あの実は私は、15年ぐらい前から、あの東京にいた頃からずっと思ってたことで、だけども、これを誰が言い出すのか、あのどういう形で言い出すのか、あのどういう形で進めるのかという、その方法論、一番最初の取っかかりの方法論を見つけることができずにいたものが、まあ、本当にあの、なんていうのかな、ひょうたんから根が困っていますかね、そういう形で実現したことは、大変私も嬉しいです。だからこそ、今回はあのコロナで延期になる。コロナのことを話し合いをするなんていうことはですね、あのその協議会の構想段階では誰も考えてなかったですけども、あのこういうようにですね、あのいろいろ不測の事態が起きたとき、あるいは七夕全体で何かを変えていかなきゃダメだ、何かを決めなきゃダメだというときに、あの組の単位では決められても、あの七夕全体の単位では一つも決められないという状態では、やはりですね、あのもういろんな意味であの大きな支障がこれから出ていくと思います。それからあの人口が減っていきますでしょ。なんとかしなきゃなりませんが、毎年1000人ずつ減っております。高齢化も大変進んでおります。子供もいないという時に、あの今までの通り あの例えば組の中 その構成とかですね、今までの通り あの出し方で本当に出せるのかということは、みんなあの疑問というかね、不安を持っているところなんですよ。ですから全体で例えばあの、統廃合するとかですね、あるいはあの組を超えた課税をするとかということもこれからの議論になっていくのではないでしょうかね。私としてはやっぱりそういうことを望みたいですね。そうですね、それがいいと思います。能代市の方からなんかどれくらいの人が多いとかあるんですか。伝統文化じゃないですか。力はないんですか。やっぱ私あの町 あの行政というものがですね、あのお祭りにどう関わり合うかということは、あのもっとよく考えなければならないことだと思うんですけど、そうです、ね、あのやっぱりね、あの祭りの下支えをするような、そういうみんなが困ってるところをサポートするような、例えば警察との交渉とかね、国交省との交渉とかね、あのそういうところをあの例えばあの行政の方が引き受けて、うん、あの代わりに代行するぐらいでいいと思うんですね。それからお金の面でも、あのやっぱりこの自分の町にとって七夕っていうのはね、町の根幹に関わるもので、私に言わせるとね、またあの声を大にしてみましょう。七夕がなければ、七夕がもし能代からなくなれば、能代に何が起こるんだと言いたいぐらいのものですよ。本当そうですよ、ええ、やっぱりあの精神の我々の精神文化の根幹をなす部分でもありますので、なんかねこのやっぱりバックアップという言葉がある通り、こう後ろから下からこう支えるというあの風でなければなりませんね。あの町は前面に出る必要はないですよ。主役は町衆です。そうそうそう、そういうことですね。そのまさにそう、まあ、魂のね、うん、これわかります。実際今回もすごい、やっぱりこう本人が持ってるうちにすごい反響多いなって、みんな興味持ってたんですよね。どうでしょうね、やっぱりすり出しやみんな、あのもう私も9年前まで東京行ったでしょ、うん、もう今頃の時期になると、もうあの夜と触ると七夕の話題になることが結構ありましたね。実際今回もなんかあの運行決定って知らせるでしょ、普通やっぱりね、いろんな案件見てるとね、 10%15% ぐらいはね、ネガティブにしているの、あの大丈夫かとかね、こんな時でいいのかとか普通言うわけだ。ゼロだろ、あの悪いことは、まあ、思ってとは言わないと思うんだけど、言わなかった。で、まあ、おめでとうございますとかさ、
良かったですみたいになるんです。これはでも、あえて申しますけど、むしろ市民の中には相当いろいろこれに対してですね、あるでね、ネガティブな感じを持っている人も大変多くおられます。それはもうどこまで言っても仕方がないことではないかと思います。まあね、どれほどネガティブな人が多くても強行するということではないけども、いろいろな話し合いの末、例えば、感染予防対策とかですね、そういうものも十分練り上げた上で、あるいは距離を短くするとかですね、さまざまな対策を取った上でやりましょうということですので、私としてはやっぱりやることを歓迎したいし、またあるいはいろんな感想を持っている方にもバレましても、できれば我々 そのやり方対策をご理解いただければなと期待したいところなんですけれども、それを聞いてるとやっぱりその伝統とかね感じますよね。でまあそういうことを踏まえた上でやっぱりよくやったと思いますね。本当よくやったって言ったら私がやったわけじゃなくて、私もその会議に参加はしてましたけど、新利用家さんの花形を我々としてお助けするという派生をするという立場ですので、ちょっと言葉も難しいけれど、本当にまずみんなで普通の何て言いますか、他のお祭りと、ちょっと言い方難しいな、他のお祭りと違うっていうか、やったらばたってやっぱり自分の町内の七夕を出すわけですから、そうそうそう、これ見てみる俺の七夕をという、うちの町内でこれもの七夕を作ったぞということを、店で歩くわけなんですよね。そうですね。だからもうやっぱり参加してる者にとっては大変誇らしいわけなんです、それが。そうそう、誇りの塊なわけなんですよ。ですからね、やっぱり意気込みがそのね全然違うんじゃないですかね。違いますね。そうですね、やってほしいなって。秋田県の警戒レベルが今3です。はいはい、県全体がこれ市町村ごとにこのカテゴライズされてるんですけど、評価されてるんですけど、秋田県全部の市町村が3になってます。でこれが能代市が4になれば、4というのはイベントを自粛してくださいという呼びかけをする時なんですけど、レベルなんだけど、4になったらやめるということはもう柳川組の連絡協議会で一番最初の段階から話し合われていることで、それはもう直前であってもやめなければならんという申し合わせまでしてるんですよ。この申し合わせをしてるんですよって言うんだけどね、これ本当実はすごい、なんていうか そこまで言ってるんですよ。はっきり言って前日でもやめろって言ってるんですよ。これは前日でもやめるということを申し合わせるっていうこの覚悟をね買っていただきたいと思いますね。町民協議会のことやっぱり説明難しいですな。正直言ってあれですよ、ぶっちゃけた話が私がこれやらねばダメだやらねばダメだって言わなければ絶対できませんでしたからね。はい、以上ここまで、小野龍さんにですね、能代役七夕五丁組協議会とこの発足誕生の背景について裏話を含めてお話してもらいました。大体多くの市民は気がついているんですが、この役七夕と、天空の不夜城というこの2つの、七夕ですね、この関係はあまりいいもんじゃないですよ。実はぶっちゃけお互い仲良くやってるとか、お互いにこう補完し合ってるとかという関係は、見えませんね、はっきり言って。そんな中、今回の役七夕の1年延期から運行実現ということの背景には、実はこの天空の不夜城が関係してた、偶然とは貢献してたわけです。これはとても意外な感じでした。あとはそれに関連しまして、この今回の、お二人のインタビューの中でも、いずれも最後に触れてますが、この五丁組協議会というものは今後の役七夕の在り方運行に関しては、また新しい役割もあるということを話されています。実際今回のインタビュー記事の中でも、このお二人が、将来に向けて、自分のメッセージを発表されています。例えばこの親長である柳若の藤沢様の言葉を借りますと、これまで柳若組内でも人員や予算など限りがあるものに対して無理をして運行してきた面がなかったわけではないと、格式を保ちながらも身の丈に合った運行を考える機会を迎えているんではないかと、こう書かれています。また王朝である新竜若の
伊藤様の話でも同じようなコメントが出ておりまして、この形でなければならないという考えはなくて、現状に沿った運行を考える必要があるのではないかと書いてます。で最後にこう書いてますね、関係者は屋久田の伝統を後世に伝えていきたいと思っていると。そうですね。まあ、実際この屋久田というのは能代中心市街庁もあるんですね、ずっと。ただ実際今現在、まあ、二ツ井と合併もしたし、あと能代もいわゆる東能代という方面ですね、あちらの方にこうバーッとお店も人も増えてるんですよ。なので中心市街地っては結構まあ人がいなくなってるっていう感じなんですね。でそこを回ってるわけですね。なのでまあ当然今のこの五丁組はこう能代中心市街地にあるわけなんで、これがまあ今後その他いわゆる従来で言ったら郊外、今まあどっちが郊外か分かんないんですけど、そうなっているので、そういう中心市街地と言われた場所の周辺に存在する町ことの関係をどう考えるのかとか、そういう面も多分これからは重要なのかなと思っております。それとまあ何回か出てきましたが、天空の不夜城ですね、これどうもこの見てるとしっくりしないんですよ。こう天空の不夜城が前座で屋久田の場を盛り上げるんであればオーバーラップする時期があったりですね、なんかこう引き継ぎみたいなこともあった方が絵的にはいいんだろうと思うんだけど、そういうこともないですね。で実際例えば変な話、まあこれ深読みかもしれませんけど、これね8月5日の新聞の下にこんな記事があるんですよ。これです、記事というか広告ですね、告知ですかね、告知ですね。これ何言ってるかと言いますと、まあ8月の全般ずっとこう天空の不夜城が今年運行しないので展示だけしてたんですけど、取り壊しが始まるんですね。でそれがねこう書いてます、天空の不夜城の大型道路を解体作業のため8月6日金曜日の午後7時30分より9日まで、駐車場が全面的に使用できなくなりますと書いてます。8月6日の午後7時30分から封鎖するんですよ。この時間って屋久田の方がね運行してる時間なんですよ。屋久田の方が運行してる時間にですね、解体作業の準備が始まると。しかもこの6日の日は、この展示している道路を点灯しない場合があるとなんですよね。だから普通考えたらちょっとこう点灯して盛り上げておいて屋久田の方が通過するのがいいと思うんだけど、いたずら消してるよって話なんですね。まあこの辺もなんかこうしっくりこないというか、不思議です。まあもうちょっと腑に落ちないんですよ、まあ、そんなことでなんかギクシャクしてる、よく腑に落ちない、天空の不夜城なんですけど、まあ最初申し上げた通りこの天空の不夜城に関するいろんな動きがあって、結果として生まれたのが能代屋久田五丁組協議会と、これが今回の谷中組の1年延期からの運行実現に貢献したというのは何とも不思議な光景であります。ということで、今回は谷中の運行当日ということもありますので、七夕のお話だけで終わってしまいました。いつもありがとうございます。佐藤でした。